んだか今回は重苦しい雰囲気からのスタートなのね。今回のは内容が内容だからな。確か、今回のテーマは映画、凶悪、についての解説をするんだったわね。そうだぜ。なので BGM も映画の内容に合わせて、いつもとは変えているのぜ。BGM からのイメージなんだけど、相当ヤバい映画なのかしら。普通に胸クソが悪くなるような怖さがある映画だぜ。胸クソが悪くなるって。映画の内容も恐怖を感じるものが多いんだが、何より怖いのはこの映画の内容が日本で実際に起きた事件であるということだ。事実は小説よりきなりというものね。埼玉愛犬家連続殺人事件の時も、そう感じたが、今回もかなり強烈な内容になっているので、苦手な方はここでやめることをお勧めするぜ。自分からハードル上げるスタイル。冗談ではなく、結構エグいからな、覚悟しておいてくれ。というわけで、今回は映画、凶悪、と、この映画の題材となった事件、上申書殺人事件、について語っていこうと思うぜ。まずは、映画、凶悪、についてだ。凶悪、は2013年に公開された日本映画で、監督は白石和也、ノンフィクションベストセラー小説、凶悪ある死刑囚の告発、を元に作られているぜ。ちなみに監督の白石和也さんはこの映画が初の長編作品だったそうだ。初めてでこの題材を選ぶって、かなりすごいわよね。そうだな、この監督は他にも、日本で一番悪い奴ら、という、実際にあった北海道県警の不祥事を題材にした映画も制作しているんだぜ。また、ノンフィクション系をやってるのね。私は詳しくはないが、得意分野なのかもしれないな。さて、内容についてなんだが、あまり触れすぎるとネタバレになってしまうところもあるので、ざっくりとした説明をしていこうと思ったんだが、後で紹介する実際にあった事件をなぞっていくと、ほとんど内容に触れることになってしまうんだよな。ということは、映画の内容と実際に起きた事件は同じってことなの？まあ、そういうことになるな。マリサ、とりあえずあらすじをお願い。了解したぜ。スクープ雑誌、名著24、に週刊中の死刑囚である須藤から手紙が届いたことをきっかけに、記者の藤井は上司から須藤と面会して話を聞いてくるように命じられる。藤井が須藤から聞かされたのは、警察も知らない須藤の余罪、3件の殺人事件とその首謀者である、先生、と呼ばれる木村の存在だった。木村を追い詰めたいので記事にしてほしいという須藤の告白に、当初は半信半疑だった藤井も、取材を進めるうちに須藤の告発に信憑性があることを知ると、取り憑かれたように取材に没頭していく。そして藤井は、そんな感じのあらすじだぜ。8割型ウィキペディア先生抜粋、少しは変えてるんだからいいだろ。ところでこの映画、役者陣はどんな感じなの？記者の藤井秀一、役に山田孝之、死刑囚の元暴力団組長、須藤淳二、役にピエール滝、先生と呼ばれる不動産ブローカー、木村隆夫、役にリリー、フランキーなどの俳優陣が出演しているぜ。このメンツ。沖縄旅行さんとコカインさんじゃない？言い方気をつけろよ。この映画、大丈夫なの？役者のプライベートと作品は関係ないから問題ないさ。それに沖縄については法を犯したわけじゃないし、コカインについても判決は出ているからな。変な偏見を持つべきじゃないぜ。まあ、そうなんだけど印象良くないのは確かじゃない？そうだな。それだけイメージダウンという社会的制裁を受けているということでもあるな。時間をかけて信用を回復するしかないってことね。そういうことだな。それにしても、コカインさんみたいに芸能人の薬物事件ってどうしてこんなに多いのかしら？これはあくまで私の持論だが、芸能人は一般人に比べて人付き合いも多いので、反社の人物とも繋がる機会が多いし、お金もあるのでターゲットになりやすい。薬物を売る側からしたら、お得意さんになってくれる可能性が高い、ってのいいかもだからな。売る方もお金がない人よりは、ある人の方がいいと。薬物ははめてしまえば、値を釣り上げても売れるからな。それに芸能人は人気商売だ、スキャンダルを握れば操るのも容易だしな。やばい奴が集まりやすいってことね。まあ、芸能関係の歴史を考えれば、裏社会と繋がっているのは当然ではあるんだがな。マリサ、これ以上はヤバいんじゃない？そうだな、これ以上は触れない方がいいだろう。あとは、芸能人のことはニュースになるから目につきやすいというのもあると思うぜ。確かにね、一般人の薬物逮捕は大きく取り上げられることは少ないものね。印象っていうのは怖いもんだな。本当にそうね。だいぶ脱線しちゃったな、話を戻そう。緩和9代。また話がそれるからやめてくれ。同じ意味でしょ。このやりとりが、すでに脱線している。それもそうね、ごめんなさい。さて、私的な映画の感想だが、キャラの声山田孝之が霞んでしまうぐらい、ピエール滝とリリー、フランキーの演技が際立っていたと思うぜ。それに、この映画は二度も恐怖心をかきたててくるんだ。どういうこと？殺害シーンなどの生々しさを見て、胸クソの悪い恐怖を感じるんだが、その後に、この作品が実話を元に作られているということを考えさせられ、さらに胸クソが悪い恐怖が襲ってくる。フィクションじゃないってところが一番刺さると。そうなんだ、月並みな言葉ではあるが、人間が一番怖い、と思わせられる映画だぜ。映画の詳細とかは見てもらうのが一番だと思う。
そして、今ならアマゾンプライムで見れるので、胸クソが悪くなってもいいと思える方は見ることをおすすめするぜ。なんでアマゾンプライム推しなの？アマゾンプライムしか入ってないからだ。他の動画配信サービスにあるかは知らないんだぜ。完全にアマゾンプライムの回し者ね。最近はヘビーユーザーだからな。さて、映画についてはこれぐらいにして、ここからはこの映画の題材となった事件、上申書殺人事件、について話していくぜ。お願いします。上申書殺人事件、とは茨城県で発生した事件なんだ。概要を簡単に説明すると、別件の事件にて死刑判決を受けて上訴中だった元暴力団組長、後藤良二が、先生と慕っていた不動産ブローカー、三上静夫と行った複数の事件について上申書を提出し、この告発を、新潮45が2005年に報じたことにより、世間から注目を集め刑事事件化したという殺人事件なんだぜ。じゃあ、告発がされるまでは事件として扱われていなかったってことなの？そういうことになるな。でも、なんで急に告発したのかしら？理由としては、殺人事件の報酬を保護にされたことと、世話を頼んでいた舎弟が自殺した際に、舎弟の財産が三上静夫に処分されたこと、だったらしい。殺人事件の報酬って？三上静夫が計画を作り、後藤良二が実行する、そんな感じだったんだろう。聞いてるだけでも恐ろしいわ。告発された事件は、石岡市焼却事件、北茨城市生き埋め事件、日立市牧歌事件、の3つだ。事件名だけでヤバさが伝わってくるわね。では、ここからはウィキペディア先生を引用しながら順番に紹介していこう。ウィキペディア先生よろしくお願いします。一つ目の事件、石岡市焼却事件。1999年11月中旬に先生が金銭トラブルをめぐってネクタイで男性の首を絞めて殺害し、茨城県石岡市のある会社まで運び、敷地内の焼却場で、先生が新聞紙を丸めて火をつけ廃材と一緒に焼いた。被害男性は推定60歳代だが名字しかわからなかった。遺体が焼かれて残っていないだけでなく、身元確認も困難な状況となった。この事件で、先生は億単位の金を入手した。名前もよく知らない人を躊躇なく焼却。この事件については後藤良二は殺人ではなく死体遺棄の共犯ということになるな。いや、どっちにしても犯罪だから。二つ目の事件、北茨城市生き埋め事件。1999年11月下旬に先生が埼玉県大宮市、現埼玉市の資産家男性、当時70代、を水戸市の駐車場で拉致して北茨城市の先生の所有地まで運んで穴を掘り、穴の中に入れて生き埋めにして殺害した。男性の土地は一旦先生名義になった上で、その後売却された。被害男性は特定されており、男性の住民票移動や土地登記の移動も上申書の通り裏付けられた。しかし、先生、所有の土地で遺体が見つからなかった、先生、が証拠隠滅のために、遺体を掘り起こして別の土地に移したという情報がある。そもそも、被害男性は身寄りがないため、DNA 鑑定しても本人確認が難しいという問題があった。この事件で、先生、は約7000万円を入手した。生き埋めって？殺害と死体処理を同時にできる方法だな。いや、そういうことじゃないから。明らかに殺し慣れてる感があって怖いな。平然と解説するあんたも怖いわよ。三つ目の事件、日立市牧歌事件。先生が2000年7月中旬から借金を抱えていた茨城県阿見市のカーテン店経営者、当時67歳、を日立市内の事務所などで軟禁状態に置き、糖尿病と肝硬変を患っていた被害者の体調悪化を狙って、1ヶ月間にわたって大量の酒を与えた。同年8月中旬に先生の自宅で高アルコール濃度の牧歌を無理やり飲ませ、病死に見せかけて殺害。遺体を七階村、原子炉里町、下赤沢の山中の林道に運んで遺棄した事件。8月15日に遺体が発見された。当初は警察が事件性なし、として処理した結果、残された家族は生保会社2社から約1億円の生命保険金を手にしたが、大部分の保険金は先生たちによって山分けされた。警察も当初は気づいていなかったのね。どうすれば、自殺や事故死に見せられるかを知っているからこその対応だな。聞いてるだけで気分悪くなるわ。まさに死の錬金術師だな。設定などは少々変更はされているが、ここまで紹介した3件の事件を映画、凶悪、でも扱っているんだぜ。これを映像で見せてるのね、やばそうね。さて、この、上申書殺人事件。実際に刑事事件として扱われたのは3番目の、日立市牧歌事件、だけなんだ。どういうこと？他の2件については、後藤良二の証言はあったものの、決定的な証拠がなく、起訴には至っていないんだ。いや、それって完全犯罪ができてるってことじゃない？霊夢、この世の中には表に出てきていない事件なんて山のようにあるんだ。今回の告発も、闇に埋もれている事件のほんの一握りだと思うぜ。ところで、その後裁判はどうなったの？
裁判の結果は再度ウィキペディア先生に頼もう。告発されていた3つの殺人事件のうち、日立市牧歌事件が保険金殺人として刑事裁判となった。裁判の結果、首謀者である先生は無期懲役、死亡現場に立ち会った元暴力団組員は懲役20年、別事件で死刑確定。重犯だった射程4人は不起訴、生存した3人は別事件で12年無期の懲役。保険金殺人の依頼をした死亡者家族3人に懲役13、15年が言い渡された。また、死亡保険金が振り込まれた口座を不正開設した詐欺罪で死亡者家族2人が懲役1年執行猶予3年となった。また、事件捜査中の2006年12月31日に、殺人事件の依頼を仲介したとされる工務店経営者、当時52歳、が交通事故死している。ここで書かれている、元暴力団組員は、後藤良二、のことだぜ。家族も共犯だったのね。借金を返すために、保険金殺人を依頼したそうだ。まあ、三上静夫に誘導されたところもあるとは思うがな。三上静夫は死刑にはならなかったのね。それにしても、胸クソの悪い話ばかりだわ。裁判の内容は、さらに胸クソの悪い感じなので、今回は紹介しないでおくぜ。何かやらかしたの？いや、三上が大げさに否認していたことと、証言が生々しくてな。興味のある方は自分で調べてみてくれ。ここからは、簡単ではあるが後藤良二と三上静夫の生い立ちや、人物像について話していくぜ。ただし、これはあくまでネットなどに載っている情報が中心なので、真実かどうかはわからない。ゴシップ的な内容もあるので、鵜呑みにしないよう頼むぜ。何が真実かはネットの情報だけじゃわからないからね。まずは、後藤良二についてだ。後藤良二は14歳で窃盗、暴力行為で初等少年院に入ったことを皮切りに、17歳で中等少年院、19歳で特別少年院に入っている。10代はほとんど少年院にいたのね。出ては入っての繰り返しだったんだろうな。16歳で稲川会系の幹部と知り合いになり暴力団員へ、その後、様々な罪を犯して何度も刑務所に入っている。31歳の時には対立する組長を殺害、殺害後出頭するが、処分保留に。40歳の時に仇になる目的で三上静夫を紹介してもらう。ここで三上静夫の登場ね。もともとは仇になる目的だったってことが皮肉だな。結局、紹介された人もヤバい奴だったってことだものね。その後は別件の事件で逮捕され死刑判決を受ける、そしてこの上申書殺人事件に繋がっていく感じだ。人生の半分以上は刑務所にいたような人だったのね。後藤良二には、内縁の妻がいたそうだ。毎月仕送りも送っていたらしい。なんか、海外のギャングみたいね。家族は大事にするが、それ以外はどうでもいいって感じが。気質としては近いものがあるかもな。次は、三上静夫についてだ。三上静夫はあまり情報はないんだが、幼少期は鳥を蹴ったり、締め殺したりしていたらしい。両親の呵責もなく、小動物が苦しんでいる様子を見て楽しんでいたりしたという情報がある。金に目ざとく、自分の不利益になりそうな人物は容赦なく切り捨てるタイプでもあったらしい。ある種のサイコパス的な人物なのね。悪いところばかり目立つ方のサイコパスだな。ただ、この三上静夫も家族思いで、人望もあったらしい。裏表がありすぎて、何も信じられないわ。本当にそうだな。さて最後に、後藤良二が告発した理由についてだ。あら、最初に説明してなかったかしら。確か射程に対しての扱いと、報酬の未払いが告発するに至った理由だって。実は映画でも表現されているんだが、本当の理由は別にあると言われているんだ。それは何なの？死刑執行を妨害して延命するためじゃないかと言われている。どうして告発が延命につながるの？死刑は他の事件で係争中だと執行されないんだ。しかも、今回の場合は3件もの殺人となるので、引き延ばし工作をすれば判決が確定するまで数十年はかかる可能性があった。刑を執行させないために、余罪を告白したと。復讐心ではなく、性への執着。これが告発した理由らしい。人の命は簡単に奪うのに、自分は生きていたいと。身勝手な話ね。現在でも後藤良二の刑は執行されていない。というわけで、今回はここまでだ。次回は何をしようかしら。霊夢、お願いできるか？まだ、次の題材が決まってなくてな。わかったわ。次回は私が、独断と偏見入りアニメレビュー、をやるわよ。頼んだぜ。というわけで、次回は、Tフラグ、について語っていこうと思います。聞いたことないアニメだな。かなりマイナーだと思うわ。そうなのか、楽しみにしているぜ。それでは、ここまでのご視聴。ありがとうございました。面白かったという方は、チャンネル登録と高評価をしていただけると、私たちがとても喜びます。今後も参考にしますので、コメントもいただけたら幸いです。それじゃあ、またな。また次回お会いしましょう。